9月27日木曜日から29日土曜日にかけて、市役所本庁舎北側のお城西公園で第14回津市民緑と花の市が開催されました。これは秋季緑化運動と都市緑化月間の一環として、市民の緑化・美化意識を啓発するとともに、花木の育て方や花苗の育成に関する講習会を開催することで、より多くの市民に自発的な緑化活動の促進を図ることを目的に、毎年春と秋に開催している恒例の行事です。会場では市内外の業者による庭木、花苗、園芸用品などの展示や販売が行われ、来場者は一つ一つ手に取り買い物を楽しんでいました。また販売コーナーにはブーゲンビリアやブロッコリーなど花や野菜のほか、バナナなどの珍しい苗もあり、来場者はお店の方に花の名前を聞いたり、育て方のアドバイスを受けたりしながら、ゆっくりと品物を選んでいました。また会場の中央には和洋風二通りのモデルガーデンと庭作りに関する相談コーナーがあり、来場者の目を引きつけていました。レンガ敷きの洋風ガーデンは、寄せ植えの花やガーデン用オーナメントの配置や配色に工夫が凝らされていて、来場者は緑の公園に現れた色とりどりのガーデンを楽しんでいました。他にも津市の景観写真展示コーナーなども設けられており、稲の収穫風景など秋から冬にかけて市内で見られる景観をテーマにした写真が展示されていました。